めてきました。どうせやめたなら、その逆を言ってですね、逆イケメンとか、かわいい子のやつを懐かにして、女子受けするような、そんな新しいチームどうですか。新婚に近いから、僕らと女子組をする、かっこよくてちょっとかわいくてキラキラしたチーム、僕らと始めましょうよ。やりますか。お嫁さん、はい、話したいことがあります。はい、僕最近は、新しいチームになりました。だから、ここで、お嫁さんにお願いすることがあります。あ、全然入りますよ。言うまでもない、全然入りますよ。ありがとうございます。いいえ、ちょっと最後まで聞いていいですか。はい、お嫁さんは、とりあえずお嫁さんのことをちょっと置いといて、やっぱり米が基本に大阪で開催しつつじゃないですか。はい、なんか大阪であまり知り合いないから、はい、だからぜひお嫁さんに、はい、紹介してもらいたいかなと思ってて、はい、でもやっぱりお嫁さんはちょっとごめんなさい。おい、ゴミ鳴らせ、ぶち殺してやる。いいのか。道端さん、お嫁さん、先日なんかうちのレッカーさんの人をお嫁にしたよね。気にしなくていいですよね。うちのレッカーさんにね、全然大丈夫ですよ。僕もちょっといろいろ考えたんですけど、お二人はやっぱりごめんなさい。でもレッカさんの言うことにちょっと一つ一個だけね、そうだなと思ったことがありまして、僕らね、僕のミーティングボールでこのこれがスタッフを中心に、ね、今活動させていただいているのにかかわらず、メンバーに関西人の人がいないと、全員関東の人なんですね。だからやっぱり関西の人は欲しいなって思ったんですよ。任せてくださいよ。任せてください。地元出身のギラギラした男子は任せてや、そう思ったんで、そこでやっぱ道端さんにおいでる関西出身、もうワイに任せてや、もう入れかけたや、関西人のワイに任せてや。もうやっぱりでもごめんなさい。どういうことは、そう、一つずつ相談があります。はい、そう、なんか、やっぱり錬金は、確率ちょっと赤手と思いますけど、はい、でもどうしても人にある一人がすごく興味に入りたいです。はい、ある一人、はい、YouTube 見ますからね、大体見当つきますけど、はい、それは今日は聞いてないんですけど、はい、ウォリベというレッカさん、はい、こんなね、はい、ユニットに入りたいっつって試合中もキュン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 ポーズやってくれて、はい、そんな人ですね、この桃色キュンキュンボーイズに入れないなんて、はい、僕は、はい、ちょっと寂しいぞ。おお、いいですか、はい、宣言しますよ、はい、オリベルズに、はい、桃色キュンキュンボーイズに本日付で入りません。そんなのコンセプト5年目ですから、はい、あの人はキラキラじゃなくてカサカサですから、それ良くないですよ。あのね、ツイッターで、はい、マッチングアプリで失敗したんですよ。あ、そう、オリベさんなんかね、そんなことは一旦置いといて、はい、新しいメンバーを、はい、探していきたいんですよ、今日は。おI'm not the one who's running out of time.
皆様ごきげんよう。世界一スーパースター、ウエザイルです。久しぶりのこれがプロレスになってしまいましたが、もちろん動きは非常にチェックしておりました。まず一つ、アーゾン・ホヤンが GM に就任したと。これまた間違いというか、まあ、不正行為が行われたということですね。もともとサイさんが GM になる予定だったところ、もうホヤンがエントリーされてない、勝手に乱入してきて、しかも女子はエントリー候補に入ってなかったんですが、そこをパパ活女子のずるいデレンデルカで GM に収まっております。明日ホヤン来るみたいなので GM の権利をわしが譲渡してもらおうと思っております。今回の GM 権、チャンピオンベルトみたいに試合に勝ったら譲渡してもらえるのか、持ってる権利を持っているものが人にあげるのか、まあそういうことが可能な GM 権みたいなので、まあ明日大谷の電話的にお話しして、わしも譲ってもらおうと、そう思っております。もし彼女が難所を示したり、まあ、渡さないような素振りを見せた場合は、まあ、GM 権をかけてわしと戦っていただくか、もしくは男性部分の誰かと戦ってもらうことにしましょう。話は分かります。かっちゃん、かっちゃん、私のこと、かっちゃん、なんか新しいチャラついた桃色キュンキュンボーイズとかに入りたい。まあ入りたいというか入ってるな。入ってないって言われてます。入ってない、まあ入ってないんでしょ。まあ入れるようなもんだな。入れるようなもん。気づいてください。そろそろ。何を。みんなあなたのことを桃キュンボーイズにふさわしいと思ってないんですよ。これ本当ですか。思ってないですか。おい、適当なこと言うなよ。思ってないのに、あなた頑張ってなんか入れると勘違いしてずっとやってたら、なんかもうみんなお客さんの同情でなんとなく応援してる空気になってるけど。同情してるのかよ。違うんですよ。なぜか、なぜかっちゃんが桃キュンボーイズに入れないのか、明確な理由があります。一つ教えましょう。なぜか、あなたは顔がドブみたいなやつだからです。ドブ、ドブみたいだと。顔がドブみたい。元嫁に謝れ。画面越しでもいい。元嫁に謝れ。元嫁に関しては正直すまん。LINE も Twitter も全部ブロックされてるから見てることないやろうけど、元嫁謝れ。じゃあいいでしょ、別に謝らない。とりあえずもう元嫁の話を置いといて、そんなもう希望がなさそうなカッチャーにも実はチャンスあります。えっ、頑張ろうじゃない、要は戻ればいいんです。女性の皆さん、顔だけ見てると思いますか。そんなことはありません。はい、心意気だったり、はい、なんか感情だったり、間だったり、なんかその、ケアする心、おもてなしの心とか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうのを、もろもろ、かっちゃんに学んでくれれば、女子モテます。ワンチャンある。ある、あるんですが、あるんですが、今のままじゃ無理です。え、そこで、今日お勧めしたいのは、こちら、情報招待になってるんですけれども、なぜ女性を開発されてきたのかとか、たった1ヶ月世界中の女性から AI と言われるようになったのか、世界中でね、私は女性をアテンドしてきました。その私が、書いてます、ウェザリングモデル応用性講座、こちらの方、通常価格300万円。というか、こちらが、本日、特価50万円です。だいぶ安くなってるけど、50万円。このだけ今日限り、これが50万円。今日だけ、今日だけ、まあ、一
ジムちょっとね、あの内容の方あの少しだけ、少しだけだよ、ね、はいはい、LINE 交換で彼女ともっと仲良くなるにはっていうところ、あ、第4章ね、LINE 交換、おい、怪しいな、こいつ、おい、俺たち、モテない男が LINE 交換にありつけるのがどんだけ難しいか分かってねえだろ。いくらマッチングアプリをやってたとしても、LINE を交換するまでに至らねえんだよ、おい、お前、詐欺師だな、俺からお前、50万取ろうとしただろ、おい。詐欺師だろ、なんだこれ、なんだこれ、おい、あ、マッチングアプリで反応がない、桃急には入れない、俺向けじゃねえかこれの、おい、なんだおいこれ、おい、50万もかかんのか俺に、おい、許さねえ、おいこの詐欺師が、おい、ゴンキ鳴らせ、いいのか、いいのか、おい鳴らせ、鳴らせ、おい、マイク危ねえから下げろ、この詐欺師が、おい、制裁してやるよ、絶対に許さねえからな、これ。ドブだと思ってるのか、おい、ドブだと思ってるのか、ドブ思ってるのか、おい、この女性が俺のことをドブだと思ってます、このご時世に、上がってこい、俺は僕の運指やるよ、ちょおい、この詐欺師だ、おい、おい、おい、ドブ顔だと思ってるのか、お前らぶっ飛ばすぞ、おい、試合しろ、試合をちゃんと中で、おい、きつそう、上がってこい、これ、おい、もっとちゃんと見せてくれ、なんだそれ、おい、あー、それがお前は狂気だと思ってるのか、硬いやつ持ってこい、硬いやつ、今、あー、なはぁ、オッケー、死ね殺してやる、あいつが来る前に、おい、締め落としてやるよ、おい、やれ、狂気を持って硬いけど、そうじゃないな、今ありがたいけどもさ、違う、もっと違うやつ、味じゃないんだよ、味、おい、ウィザルさん、もう、全然声出てねえぞ、ギブアップ、ウィザル、ギブアップ、ウィザルさん、おい、FG マスク、もっと長くて殴れるもんとか持ってこいっつってんぞ、持ってこれるか、大丈夫か、ギブアップするときは言ってな、ギブアップ、だの、ギブアップするときは絶対言ってくれよ、おい、頼みの面の FG よ、おい、何それ、ウィザルさん、おい、何それって言ってんぞ、おい、何それ、祝西良寺20周年ふごふごゆめじさんの巻物やないかい、いつのやつ持ってきてんねん、せめてお前今から先のやつをアピールせよ、いつの巻物持ってきてんねん、ウィザルさん、ウィザル、ウィザル、何、大丈夫か、ウェザイルさんの後何ですか、大丈夫じゃねえんだよ、ホール、ホッホッチュー、ああ、おい、フィーマスク、お前のセコンド業務がポンコツだから、おい、ウェザイルはもう虫の息だぞ、おい、なんだおい、もう何か言ってやるよ、
チャンスじゃねえだろ。どう見てもピンチだろうが、おい。それを言うならピンチはチャンスとか、先にピンチのこと言えよ。急にチャンスってなんだよ。ピンチはチャンス。そうだって言う、そうでもないけどな。別にピンチはチャンスでもないけどな、おい。おい、このポンコツ野郎、終わらせてやるよ、おい。なんで野郎だ、よく考えてセコンドに行くから。よし、モテるぞ、プロレスで。ガッチャッチングするよ、この野郎。くわぁ。大丈夫か。そのよだいさん、よだいさん、かっちゃんよだいさん、よっしゃ、決めるぞ、ガオほら試合終了。チェックアウト。ガッチャン、モテたいな。モテてえ、モテたいよな。よっしゃ、立て立て、決めたらガッチャン。うわ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 うくっくっ、おげにドン、フルホンホン、チュッ、おい、ちょっと待って、おい、レベリー、おい、おい、レベリー、なんだ、なんでしょう、ダブル、ダブル、おい、外へ出ろ、外へ、いや、あいつ就任して業界一発目やるわ。
てるのに、ドタキャン、ふざけたやろやな、ほんとに。って言っても、花園の桃花は、TTT、ミトミのボスの愛人やから、PPP の愛人が GM になったってことは、俺らが天下に使うの。この前のガンダルフとマッチで優勝して、私がこれからの GM になりました。とりあえずライジングナイト、あれ、サタデーナイト、ライジングスターズとかいうちょっとダサい名前を改名したいと思います。私が今間違えてるように水曜日とか、じゃあ木曜日とか金曜日とか土曜日とか、もう何が。英語とか分かんないので、もっとなんかね、分かりやすい、可愛い名前に変えようかなと思ってるんですけども。おい、これが桃花。お前、ボスの愛人やな、調子も。おい、激動キュンキュンボイス、お前。出番の時間だよ。お前、それより、お前。何よ、これ。それより。お前、俺が女のところで何が GM 決定戦やったのか。カッコイイするみたいな GM やったら今 GM でもいい。でもな、そのカッコは何や、お前 GM でピンクってすごく偉いって、お前そんなで GM の相手やったら世の中全員そのカッコで社長になったり GM になったりするんや、お前。でも偉いのも今も言ったけど、メガネかけてて、なれるやったら、誰でもなれる言うてて、勝ったら GM なれるってことは、俺にその権利を横3回で。なんで、お前に別に GM なれるわけないじゃん。待て、俺な、昨日な、レッカに買うん。社長、俺に GM の権利横すけやから、その方が盛り上がるぞ。でも社長より GM の私が一番偉い。お前、愛人なんかどうしようか、お前。だからいい提案をしてあげよう。そんな GM になりたいなら、お前、次は大谷亮次だって言ってたよ。確かに。だから、今日、大谷亮次とシングルマッチ差し上げる。そこで、GM を受けたタイトルマッチ、どう？よし、上司ここでね、CM にもこれ買ったら10年に出てるってことは、お前が買ったら、GM の札あげるよ。もう買えよってやろ、お前。ただし、上司が買ったら、私が GM の子を。なんでもええ、この絶対買ったらなんでもええ。
ヘイ、はい、ドン。いや、出た。え？やっぱ。出た。何だ？Give up! Give up!
バプカケバプカケバプカ。いきます。よし。よし。いきます。
自分の足ちゃんと立ってお金稼いでおまんま食いなさい。人の目を見て話を聞けよお前は。おい返事しろお前。うるさいじゃん、ちゃんとお前話聞いて。はあ、お前お前いた、お前こらお前うるさい。
やっぱり男の人からね、何かしてお金もらうって、やっぱりね、良くないよね。そんな曖昧な言い方しないでって。お金もらえたら何でもいいもん。でもだって、いいじゃん、お金もらえたら。でもやっぱ良くないと思う。ミトリがお金くれるって言うから、やめよう、パパ活やめよう。うるさい！説教されたのか！やめろおい！男に何を何して金をもらってるらしいなおい！これてめえはお客さんに応援してちゃんとお金をもらうのが筋じゃねえのかおい！サービス業、サービスして、サービス業の話。サービス業、サービス業だ、笑わせるんだ、おい。テレビのサービスはな、男に何するサービスだろ、おい。おい、テレビの職業は何だろ、おい。プロレスだろ、おい。ちょっと、もうお母さんさ、パパ活やめようって言ったよね。誰がおじさん、金髪のおじさん、金髪は新しい本格書いて。あまあまあまあ、お金も私のために電話したね。おお、あお前のためじゃねえしよ。いや、白塗り聞いて。白塗りってやばだ。この飼い主ね、今パパ活をやってんねん。そう、あかんあかんことやん。パパが何なのかよ。殺せ！殺せ！殺せ！食ってんだおいおい、そろそろおい夏だぞおいおい、もっと生のうなぎとか食った方がいいんじゃねえのかおいおいおい、こんなもんじゃ元気出ねえよなおいおい、出ねえんだよおい、名古屋もっとリスペクトしろよこれおい。
これがプロレスに賛成なわけだけど、おい俺のいない間に、おいあのなんだ愛人活動、おいパパ活、そんなことやってるやつかよ、 GM になったらしいじゃねえか、おいおいおい GM だぞ GM、 おいおい愛人活動は許せないって言ってたけど、そんなやつが GM にもなっちまったんだよ、おいおい、これがプロレス、頭おかしいんじゃねえか、おいおいおい、おかしいだろ、おいおい、まあおい、あんたらもよーく知ってると思うけどよ、関西にはそんな有名なやついねえよな、おいおい、我らが東海圏には天下を統一した者やでっかい企業を束ねてる、おいそんな人が山ほどいいんだよ、おいおい、てめえらの中からはそんな奴らは一人も現れねえだろうな、おいおいおい、バッグか、おい、なんだ、セコンドだから、おい、あいつ行ってたの、おい、俺試合関係ない、セコンドだから、おい、楽しないのだ、やめとけ、 OK、 あ
いいか、レディーレディーレディーゴー。おいあるんじゃねえぞ。あねえよ。おい。まずやらせて疲れさせときゃいい、うん、とりあえず休め。ちょっと無駄無駄無駄。スリーウェイじゃねえだろ。スリーウェイだろ。おい、な中で中でおスリーウェイならないだろ。おい、体力削って中へ入る。体力削ってこ。なんだそれ。カウントあねえのか。おい、いや、うぇー、ああ、出てるか。
次は。おい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 カゲちゃん、もっと FG と協力して。カゲちゃん、カゲちゃん、Thank you.
ほいアップへほう試合時間の時間が10分くらいエンジンよし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 頑張れ頑張れ、藤井さあ来いうわあっ倒れるお前はこっちだうわっああ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 ハゲマ、ハゲマ、ハゲ、なんかハゲマ。おいおいおい。キルビルでしか見たことねえ。ちょっとちょっとちょっとまだまあまあ待て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 死ねえ。オッケー。いいよ。大事。試合時間残り3分。残り3分。オッケー。うわー。大事。大事。やばい。ほっ。うん。うわあっあっあっ